最高。あ、ちょっと、バイバイ、またね、後でね。配信で見ます。ありがとうございます。かわいい。ひなひなでした。何を個人チャンネル用の個人チャンネルだ、はい、あ、お疲れ。挨拶しに来てくれて、いやもうずっと挨拶したくて、今日ずっとこう横を通られて、あっ、あっ、って思ってました。
似合ってるよ。ありがとうございます。いい感じ。嬉しいです。嬉しい。はい。大丈夫。K I R S H。じゃちょっとダメとか。あれ最高だ。はい。でもマジ。マジだよ。逃げ飛びだ。さすがにさすがに。ありがとうございました。やっぱ YouTube? YouTube 個人チャンネル、かなみゆさんです。一緒のステージです。イエイ、はい、そして今回のプロジェクト50名インフルエンサーがオーディション形式で競い合い、わずか5人の選抜メンバーに絞られるとのことで、オーディション形式ですか。そうですよ。じゃあ最後に選ばれた最大5人の選抜メンバーにはどんなご褒美が待ってるんですか。はい、こちら選抜メンバーに選ばれるとドコモがその夢を全力でサポートしてくれるということでドコモがバックやから頼もしいし、これむちゃくちゃ楽しみですよね。さあ、それではですね、オーディションは TikTok 上で開催されるということなので、その概要をご紹介させていただきます。ハッシュタグどこどり TikTok オーディション概要。まずですね、こちらオーディションに参加する50名のインフルエンサーには TikTok で自分の夢を投稿していただきます。そして夢の投稿動画の再生数、応援コメント数が多ければ選抜メンバーへの選考に大きく影響を及ぼすそうです。じゃあつまり会場の皆様や投稿を見てくださっている方々が、インフルエンサーの TikTok 投稿にいいねやコメントシェアをすると、インフルエンサーの夢がより実現に近づくということなんですね。まさにそうです。最終的によりたくさんの応援をもらったメンバーが選抜メンバーに近づくこととなります。それはすごいわ。はい、せっかくなのでこのステージに立てるメンバーを代表して2名の方に自分の夢について話していただきたいと思います。じゃあどうしようかな。じゃあモカ。はい。私の夢は2つあるんですけど、1つ目がもう小さい頃からすごいドラマが大好きでたくさん見ているので、地上波ドラマにレギュラー出演したいという夢と、2つ目がちょっと欲張りなんですけど、いいですよ。2つ目が誰かに何かを紹介することがすごく好きなので、朝番組のリポーターがしたいです。これを叶えるために頑張ります。すごい、すごい。なんか言ってたら叶いそうですね。はい、はい、もかちゃんありがとうございます。ありがとうございます。それではもう一方聞いてみます。なおこちゃんです。こんにちは。これからはギターを今日は弾かないけどね、はい、私がなおこちゃんに弾きますので、はい、なおこちゃんです。好きなんですけれども、ないんかい、ないけれども頑張りましょう。一緒になって、それではこのステージに出てくれるメンバーはこの方たちです。どうぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。マンドリンギター部、マンドリンギター部じゃない、すごい、あ、電気のやつだ。電気、これ参加方法はどうしたらいいんですか。応募の詳細は、長寿大の公式 SNS とフェンダーの公式 SNS で後日発表されますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、ありがとうございます。すごいですね。さあ、それでは最後にお一人ずつ発表会に向けて意気込みをお願いします。
はい、私も初めてで、うまくいくかなって今からちょっと心配なんですけど、きっとここにいる皆さんが来てくれると信じて私たち練習頑張るので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、もかちゃんありがとうございました。ご LINE して、なんかめっちゃんとマジ言えないわ、マジごめんごめんな、ちょっとちょっと、え、何する、どこを出して、どこを出そう、どこをこう引っ張り出そうかなみたいな。そんななんかさ、もう何でも言う関係って感じではなかったし、正直ね。これからヨカモカのコンビたくさん見れるので、ね、楽しみにしててください。ありがとう。こっちにもありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。